そう、大事な場面です。もう失敗は許されません。注目しましょう。世界チャンピオンの李昌奏の鉄棒です。さあホップタンから片手、大きなトカチがいっぱいいっぱい今、はい、かろうじて持ったという、もう一回、これは余裕がありました。中を抜いてアドラ背面車輪、打ち替えて坂手車輪から向きを変えて後折りですね。新月面、ちょっと足が動きましたが、まあそれよりも、途中の離れ技でもういっぱいいっぱいだったんですよね。中国の李昌奏、ああよく頑張りましたですね。今そして最後の選手に声をかけましたね。最後にね、頼むぞというところですよね。ここのところほーら、もう右手がもういっぱいいっぱいですよね、はい、ようやく最後引っ掛けてると、はい、もうバーに引っ掛けてるという感じですね、まあ、それゆえにあの迫力があるんですよね、大きさが出てます。やっぱり2回目ですね、あ1回目ですね、今のはこれが2回目ですね。これが最後のところです。最後の新月面、ほんの少し動きました。オリンピック初の金メダルを目指します中国ティーム、そのためにはもう失敗は許されません。得点出ました 9.737 9.737 という李昌奏の鉄棒の得点です。9.7 の大台が3人続きました。